DVHS は家庭用ビデオデッキとして業界標準となった VHS 方式をベースにデジタル放送に対応した企画。日本ビクターが当時アメリカ合衆国で放送が開始されていた CS デジタル放送の信号をそのまま VHS テープに録画する企画として開発した。デジタルハイ・ビジョンビデオの文言が併記されることもあり間違われることが多いが、 頭文字の D はデジタルではなくデータを略したものである。ブルーレイディスクを発売した松下電気産業は2004年4月に DVHS 製品を出荷完了している。ソニー、シャープも同様にブルーレイディスクへと移行した。パナソニックはこれに伴い単体デジタルチューナーやデジタルサンパチューナー、内蔵テレビから DVHS の録画に 不可欠なアイリンク端子を撤去したモデルを販売している。ただし、パナソニックの BD レコーダー、D がの DMR-BW シリーズにはアイリンク端子が搭載されており、ハードディスクに録画したハイビジョン番組を、ブルーレイメディアのほか、D、VHS テープにもムーブ可能。公式にパナソニック製、BD レコーダーとの連携が保証されているのは、同社の D。 VHS デッキである n v d 1 0 n v d h 1 n v d 2 0 n v d h 2の4機種である。ハイビジョン記録されたパッケージ企画 D シアターも開発された。D シアター企画のテープは D シアター機能を搭載した D、VHS デッキでしか再生できない。D シアターには DVD と同じくリージョンコードがありパッケージとデッキのリージョン番号が一致しないと再生できないアメリカ市場ではソフトが商品化されているが日本市場での DVHS ソフトはわずか1タイトルが発売されたに過ぎない DVHS 方式開発メーカーである日本ビクター自身がブルーレイディスクに移行している上に DVHS の機器の日本市場向けモデルの 製造が打ち切られたことから、今後新たなる D、シアターソフトの発売の可能性は絶無である。d v h s 録画用ビデオカセットテープについては、パナソニック、ソニー、日立マクセル、TDK、富士フィルムは生産を終了。ビクターの記録メディア事業を会社分割して設立した、ビクターアドバンストメディアも2014年1月末に生産完了。 2015年12月末で販売を終了した。2021年現在 DVHS ビデオカセットテープの新品入手はインターネットショッピングで可能だが一般家電量販店では非常に難しい状態である。ありがとうございます。